ジーン長は在読韓国人の歌手。ドイツのタレント発掘、育成テレビ番組、フェームアカデミーの出身で、ソロやポップスバンドのビカムワンを経て、ヘビメタルバンドのクリプテリアで活動。幼稚園生の時から歌手になることを夢見ていたウは、6歳になった時からピアノを習い始める。音楽は、ケルン音楽大学で学び、ケルン大学で進学も専攻した。 この頃から様々なプロジェクトやバンドに参加し、劇場でも歌うなどしている。2001年に出演したタレントコンテスト番組ポップスターズでは成功できなかったが、2003年のフェイムアカデミーでのパフォーマンスが認められ、アラニス・モリセットのカバー、アイロニックをシングルでリリース。チャートで31位のヒットになった。番組の勝者6人からなるグループ、ビカムワンを結成し、 アルバム1枚とシングル2枚を発表、シングル、I don't need your advice はチャート16位になる。その後解散した。フェームアカデミーで音楽を制作していたクリス・シーモンズ、S.C. クシュネルスと番組で知り合い、彼らのバンド、クリプテリアのシングル、リベラシオ制作に参加、商業的な成功を収めて2004年12月に、バンドの正式シンガーとして加入した。 ありがとうございます。